あれ来てくれたのか。どうしたんだ、怖い顔して。ちょっと説明のしようがないの。はぁ、あ、とてもいいことがあって、ホラーグで宝物を見っけた感じだったの。それが心ない一言で生き埋めにされた気分。あ、それは複雑だ。今日も借りていくかい。うん、あと7冊は読まなきゃ。はぁ、相変わらずだね。飯、どうする？売店で済ます。そうか、じゃあ、ありがとう。6月16日。すごい。天沢って人、この本も読んじゃってる。どんな人なんだろう。コンクリートロード。違う、お前なんかじゃない。ザバザバ、ザバザバ。あの人どうしたの、ザバザバ。静く、早くしな。うわぁ、遅刻。あ、傘。傘取って。新学期なのに雨ばっかりね。文句言わない。あなたは好きで勉強してるんでしょ。はーい。しっかり勉強しなさい。任しといて。しずく、やっほー。早く遅れるよ。いやーね、テストばっかりで毎日なんかかんかあるね。あれ返事した？ううん、何も言ってこない。うん、やっぱり私断る。そっか、うん、その方がいいかもね。杉村、ギリギリだぞ。わかってる。はい、終わり。集めて、午後は通常だからね。しずく、高坂先生とこ行こう。うん、その前に職員室寄っていい？いいよ。杉島、聞いて聞いて。何よ。バッチリ山あたりすっげーの。この幸せ者。休み時間に見たところがそのままドンピシャだぜ。ただの野球バカじゃなかったんだ。山ありなら優子得意だよね。今度一緒に勉強したら？あらだか？杉村、すみれ。なんだよ。これ見てかい？行こう、しずく。あ、あ、無理やりくっつけようとしないで。わかった。私山なんか当たったことないもの。ごめん。本の偽造者、僕にわかるかな。すみません、お食事中に。この蔵書院なんです。あ、天沢さんじゃないか。これ僕も読んだよ。いい本でしょ。はい、とても。それでこの天沢さんって人はどんな人なんでしょうか。何年か前に PTA の会長されていた方だよ。木村先生、天沢さんは何て言いましたっけね。あのほら、天沢委員の。天沢さん、確か高一ですよ。天沢高一。天沢高一。月島、同じ学年に天沢さんのとこの末っ子がいるじゃないか。え、知らないのか。 あの、ありがとうございました。失礼します。ぐるぐるぐる。しずく、どこ行くの。驚いたのはこっちよ。ちゃんと説明してもらいますからね。ごめん。しずく、どっち行くのよ。何よ、完璧に無視してくれちゃって。しずく、誰あいつ、どこへ行く気。あいつ嫌なやつなの。逃げるの嫌じゃない。かわいい。私、しずくのお弁当持って走り回ってたのよ。月島に男がね。先生、しずくにもようやく春が来たんですね。違うって言ってるのに。本当は本の王子様に会ったんでしょ、ハンサム。だから、どんな人かと思っただけ。ねえ、ゆうこはその人の名前聞いたんでしょ。教えなよ、ゆうこ。それがとっさのことでさ、まがついてたんだけど、まさきだっけ。あんま、ねえ、しずく。さあね。でもさ、話を最後まで聞かずに飛び出してくるなんて、月島らしいね。知りたいけど知りたくないのよね。揺れる心が苦しくて、嬉しい。まあ、ロマンチックですこと。そうやってからかってればいいでしょ。せっかくカントリーロードの司会できたのに。できたの？見せて見せて。しずく様、大主人様、申しませんのでお見せください。よろしい。本当は自信ないんだ。ふるさとって何かやっぱりわからないから、自分の気持ちに正直に書いたの。過激ね、これ。カントリーロー、この道ずっと行けば、あの街に続いてる気がする。カントリーロー。しずく、いいよ、私好き。歌いにくくない？なんとかなるんじゃない？
後輩にあげるだけなんてつまらない。私たちも謝恩会で歌おうよ。気が早い。ここいいな。一人で生きると何も持たず街を飛び出した。寂しさを押し込めて強い自分を守っていた。諸君、寄れだよ。はーい。はぁ、晴れた晴れた。雫。コーラス部にちょっと寄ってかない？あの詩見せるの。いい、図書館行かなきゃ。え？明日もテストあるよ。図書館でやるもん。好きね。じゃあね。バイバーイ。原田。あのさ、悪いんだけど、ちょっといいかな。うん。チャンネル登録よ。登録、登録、登録、登録。おいやいやいやい、チャンネル登録お願いします。チャンネル、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 と、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 登録お願いします、お願いします。